皆様お楽しみいただいてますでしょうか。続きまして今年度の担当学年によります合唱翼をくださいをお聞きいただきます。翼をください。5人組のグループ赤い鳥の曲といえば思い出す方も多いと思います。この曲は私たちの高校時代の合唱コンクールでもよく歌われた曲の一つです。今富とか名誉ならばいらないけれど翼が欲しい。子供の時見たこと今も同じ夢に見ている。今の立場からの討議ではなく常に夢を持ち続け未来に向かって羽ばたいていこうというメッセージが込められているのではないでしょうか。未来への憧れと不安の中で過ごした高校時代という原点に帰り、あの頃の純粋でひたむきだった思いを再び思い起こし、この歌のようにこれからの輝ける未来に向かって共に大きな翼を広げようではありませんか。今年の合唱は歌プラスバンド演奏でお送りしたいと思います。演奏は我々の高校時代の文化祭の名物バンドサージェント・ヘバー&ロンリー・ハート変態バンド。今年のこの懇親会のために再結成し練習を積み重ねてきました。それではメンバーを紹介します。ベースギター上田薫、キーボード杉本範之、同じくキーボード伊藤哲郎、ドラムス新加藤博明、そしてギター酒井健一、そして最後に指揮者を紹介します。指揮は我々担当学年のブラスバンド部の憧れのトランペッター大杉和彦。ではお願いします。Thank you.
残りください。これより名神会会期引き継ぎに入りたいと存じます。昭和53年卒業の皆様、どうぞご登壇ください。